りました。はい、美女のお二人こんばんは。こんばんは。今日の交流会はどんな感じでしたか？あ、これ動画撮りよう。動画ですよ。嬉しかったの？嬉しかった。好みの子はいましたか？好み。あ、好み。好み。困っております。イケメン。困っております。困っております。ヤングもいるよ。ヤング、ヤング、ヤング、ヤング。初めて参加するのか。そう、初めてなんですよ。パオリン、これからもよろしくお願いしますね。どうですか、交流会、いろんな方が来てますね。そうね、びっくりする。ここをビジネスで掴むんですよ、ね、がっつり掴みますよ。なんとかしたいけどね、特にベトナムとね、なんか繋がりたいと思って。繋げましょう、頑張りましょう。はい。ちなっちゃん、楽しんでますか？楽しんでます。はい。ことちゃん、なんか喋んなさい。ちゃんと頑張らな。管理人なんですよ、今ね、あの調教中。はい、もうちょっとまだトークがね、楽しんでます。頑張るね。なんか盛り上がる。はい、三笘さん、今日の交流会はどうですか？はじめまして、三笘と申します。はい、今日は顔触れね、はい、もうバラエティ豊かで約40名ほど来てました。人生経験が豊富な方がばっかりで、はい、お召し交換ちゃんと漏れなくやりました。はい、あの今50枚ほど。あら、40人しか来てないのに50枚やったんですね。はい、はい、あのちょっと架空の方々もやらせてもらって。もしかしたらお仕事漏れたんですか？はい、もう今日はあのブッキングまでいただきましたので、ありがとうございます。ラッキーじゃないですか。いやいや、もうこんな会はなかなかありません。ね、ございません。あの動かないとね、いろんなこと変わらない。そうです ね、はい、出会いの確率は 100% です。違うでしょ、27億。あ、すいません。25億分の1です。27億分の1の確率でこれ出会いましたので。でもすごいんですよね。いや、すごいです。本当に、はい、本当にあの元気な方ばっかりで、春岡さんを中心に、はいはい、でこう見えて三笘社長は年下です。痩せます。これからもいろんな面白いツアーをね、はい、ぜひ作って、はい、会いたいただいて、楽しませてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ。三笘社長でした。お待ちしてます、皆さん。